妄想球っち、一丁入っとくっち、イベントを起こすっち。でも どうしたんだ。あ、朝日さん。どうした、誰か探しているのか。はい、永遠に終わらない今日が終わる前にストリートライブをしようと思いまして。だけど事務所はいいのか。はい、それはもういいんです。ま、今日が終わったら事務所の人も覚えてないだろうしな。全てを忘れる前に、全てを忘れてからじゃ遅いんです。それで探していたんです。この前のチラシを渡そうと思いまして。渡す？配るの間違いじゃなくて。はい、直接お渡ししたい人がいるんです。だけど誰に。それはあの人です。あの人。あの時最後までリュウを応援してくれたメガネさんです。ああ、メガネ君か。きっと喜んでくれるだろうな。そうだと嬉しいんですけど。リッピョン。あの、朝日さん、一緒にメガネさんを探してもらえませんか。ああ、もちろん。俺もメガネ君とは男と男の約束があるからな。それじゃあ違う場所を探そうぜ。だけどどこにいるんだろうな。いてくれると嬉しいのですが。メガネ君がいそうな場所に心当たりはないか。心当たりですか。あるのか。あるといえばあるかもしれません。だけど、ここいそうだったのにな。他にメガネ君がいそうな場所はどこだ。もしかしたら心の中にしかいないのかもしれません。リッピョン。裏通りにはいないみたいだな。そうですね。だけどメガネ君、一体何者なんだろうな。きっとアイドルにとって必要不可欠な存在なんです。必要不可欠。メガネ君のことだからきっと秋葉にいると思うんだけど。いればですよね。どういう意味だ。それは メガネ君どこにもいなかったな。もう秋葉原にはいないのでしょうか。だけど今秋葉原は封鎖されているし、これだけ探してもどこにもいないってことは。ってそうだよ、メガネ君は気づいていたんだ。リッピョのアイドルイベントが普通じゃないってことに。行きましょう朝日さん。きっと
リユの妄想球です。オイラは疲れたっち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。まだまだ。これでも。敵を3体発見っち。先手のチャンスっち。やるだろ。ゲージ溜まってるっち。イマジンモード発。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵を3体発見っち。先手のチャンスっち。かかってこいよ。やるだろ。楽勝か、頭だ。敵を発見っち。まだまだ。逃げるな。敵は3体しかいねっち。負けるわけないっち。やるな。あんたたちどうしたっち。2体しか倒してないっち。敵を4体発見地かかってこいパッやるだろ楽しパッパッやるだろ頼むな敵がいる敵を3体発見地先手のチャンスっち俺が本気だ妄想解放地今がチャンスっちやるだろ頼むな扉を進むっち気を これでも敵は2体っち先制攻撃なら余裕っち楽に行こうこれでも楽勝いや、やるなパッ敵がいるっちまだまだどうするこれでも敵は3体っち先制でも油断されてるっちいや、楽しや、やるな、ぶっ飛べ。どうしたっち、2体しか倒してないっち。敵がいる。敵は2体っち、先制攻撃なら余裕っち。やるな、ふっ。敵がいる。敵を4体発見地飛ばしてくれラッシュパッやるだろイマジンモード発動できるラッシュパッ扉を発見地ノコ敵がいる敵を3体発見地先手のチャンスっち動くよを発見地逃げるなら今っち敵を発見地逃げるなら今っち敵がいるっちオイラは戦いたくねっち敵がいるっちどうするっち敵を発見地敵を2体発見地先手で攻め込むっちやるだそれでもラッシュだ休憩ポイントっちオイラは疲れたっち扉を発見っちノックを忘れるな リッピョン?メガネ君、ここは危ないぞ。あ、はい。そうだ、リッピョン。チラシを渡したかったんだろ?はい。どうしたんだ?いえ。リッピョン?メガネさん、
しよかったら受け取ってもらえませんか？これは？秋葉原出身のアイドルになりたかった竜が踏み出す最初の一歩です。なりたかった？やっぱり朝日さんは勘違いしていたんですね。どういうこと？桃瀬リュウはアイドルではありません。アイドルを目指す普通の女の子なんです。リッピョンがアイドルじゃない？じゃあどうして？ってまさか。メガネさん、あなたがいたからリュウはアイドルになれたんです。僕がいたから？妄想主が。アイドルはファンがいないとアイドルではいられません。だからきっと朝日さんは勘違いしていたのでしょう。それじゃあまさか。メガネさん、あなたはきっとリュウの妄想なんですよね。僕が妄想？リピョン、どういうことだ？アイドルの妄想が壊れてもメガネさんというリュウのファンが存在していたんです。だからこそ朝日さんは勘違いをしていた。そしてリュウはアイドルでいられた。そんな。リュウはずっとアイドルになりたかったんです。そのためにはファンが必要だったんです。きっとそんな妄想がメガネさんなんです。そっか、そうだったんだね。リッピョングッズが売ってなかったのも、リッピョンのことを知ってる人がいなかったのも、全部リュウのせいなんです。こんな話ってあるんですね。メガネ君、世界が普通じゃないのは知ってました。だけど普通じゃないのは僕だったんですね。教えてください。妄想って一体何なのでしょうか？僕は一体どうなってしまうんでしょうか？それは妄想を壊さない限り、妄想をした本人は永遠に現実と妄想の狭間に残される。そして妄想が壊れたら、妄想された存在は初めから存在してなかったことになる。俺が話せるのはここまで。どうするかを決めるのは二人だからな。朝日さん、リッピョンが現実に戻るためには僕が消えるしかないってことなんでしょうか？こんな話信じられませんよね。いえ、もちろん信じます。むしろ信じさせてください。どうして？だって素敵な話じゃないですか。リッピョンのファン1号は正真正銘この僕だったってことですから。だからリッピョン、僕という妄想を壊してください。そしてこれから出会うファンのみんなを笑顔にしてあげてください。でもそんな時に少しでも思い出してくれたら嬉しいです。メガネ太郎というあなたのファン第1号がいたこと。だからリッピョン、頑張って。メガネさん、どうするんだリッピョン？やっぱり胸が痛いです。こんなにもリュウのことを応援してくれていたんですね。だからこそこの応援に応えなきゃいけませんよね。いいんだな？はい、リュウは妄想を壊します。それがリュウにできる精一杯の恩返しです。敵は一人ぼっち、こんなの楽勝っち。パッ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 
消えちゃったな。はい。あれれ、だけど僕どうしてまだここに。終わらない今日が終わるまでもう少し時間が残されているからな。そっか、よかった。だからメガネ君、悔いを残さないように残された時間を。何を言ってるんですか。え、だってさっきよかったって。もうだから何言ってるんですか。え、消えないからびっくりしたんです。僕はファン第1号じゃなかったのかなってなんだよそれ。だってこれは僕の一番の自慢ですから。ディッピョンファンに生まれて本当に良かったです。ありがとうございます。メガネさん、リュウはきっと忘れても忘れません。メガネ太郎さんという初めてのファンがいたことを。それじゃあ行ってきます。頑張ってね、リッピョン。ずっとずっとずっと応援してるからね。ここから戻るっち。おい、休憩ポイントっち。おいらは疲れたっち。何を買うっち。足りないの補充しろっち。